はい、どうもです。午前中に引き続きましてですね、天気もいいので、時間もあるということでですね、石積みの方をやっていきます。次回これ行こうかな、ちょっとでかいかな、まあ、とりあえず行ってみよう。Thank you.
はい、どうも。とりあえずね、一段落なんですけど、まだまだですね。この石運んできました。この石運んできたんですけど、なかなかね、あの辺とかに合わなくて、で、ここにあった石をどけてここに入れました。で、この石予定通りね、縦にしました。この方がね、強度が保てるんで。で、もともとここにあった石を、この、貝石の代わりにね、しましたね。それでまあ、安定するんじゃないかなというふうに思いますね。そうすると、歯抜けになってるとこが、1,2,3,4,5,6個分まだ必要ということになりますね。あとは、裏詰め、石の裏側に詰めていくグリースですね。これをある程度集めました。これ定期的にやらないとダメですね。というのも、供給がね、途絶えるというか、どう説明したかな。一遍書いたらね、また溜まってくるんですよ。どっからでもなく。で、それをまだかき集めると。なので、定期的にやった方が、たくさんかき集めるというふうに思いました。このあたり、グリースだいぶ詰まってますね。なので、この石と石の間から、侵食作用で、ちょっと音聞こえてますね、あの辺。あの辺、なんか、この詰まってる石がね、ちょっとずつ流れ出てもうと思われるんですよ。だから、それをまたここのところに埋めることによって、この石の下がね、空洞にならないように、それをね、繰り返すことで、強固なね、石組みになるんじゃないかなというふうに思いますね。またこれ、また、1週間か2週間かしたらまた進化しますけども、そのうちね、このぐらいの石はまだ向こうに来ますけれども、それをまたこっちに持っていくことによって、言うたらフィルターみたいな感じですよね。詰まって、で、動かなくなるまで何回も繰り返すというような感じをね、イメージしています。で、これを怠るとですね、崩れてくるんじゃないかなというふうに思いますね。とはいえ、こっちの方は今大丈夫っちゃ大丈夫ですね。音どうですかね。この下に音があるかどうかですね。うん。こっちはやっぱりありますね、こっち。こっちの下になんかボコ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 という空洞が若干できつつあると。で、これはちょっともうちょっと水が引いたら、もうちょっとこっちにね、土寄せすればね、ある程度は解消するんじゃないかなというふうに思いますけどもね。あんまりひどいようだとまた組み直しということになるんですけど、まあ多分大丈夫じゃないかなと。こっちもね、それほど沈下してないですしね。こっちはもう、バリケードを解除しようかなと思ったんですけども、あっちの方からね、石をね、どんどん運ぶ都合上、やっぱここもね、バリケードしないと、どうしても都合悪いんで、そうさせていただこうというふうに思いました。はい、本日以上です。ではでは。